はい、どうもこんにちは、ちるこです。今日は、チョッパーですね、暴走チョッパー来てますので行ってみたいと思います。こちらのエースパーティーで行ってみたいと思います。以前はですね、韓国パーティーで行った動画ありますので、もし見てない方いたらよろしければご覧ください。お、スロットスロット、なんでエースパーティーかというと、ただエースを使いたかったからですただそれだけです。これでこのパーティーで果たしてクリアできますかね。どうでしょう。音が、この携帯に変えてからこういう現象がちょっと起きてしまうんですが、申し訳ないですあー寂しい寂しいよ。ボスまで行くと音楽戻ってくるんで、それまでちょっとごめんなさい。これ何なんですかね。どうしてこういう現象が起きます。あ、そっか、いないんだ。今ウソップがいると思ってパウンドの方、なんてことでしょう。お肉を取りましょう。寂しいわー寂しいですね音ないと寂しい。で、ウソップが溜まって、ルッチまで溜めたいですね。2面よし、これでじゃあ突破しましょう。ペンギンちゃんでちょっと稼ごう。こんなもんにしときましょう。稼ごうとか言ってもう大丈夫かな。大丈夫ですね。よしよし。で、ルッチがこの隣の人を変換してくれるから、こんな感じでいきましょう。はい、音楽が戻りましたね。そう、なんかね、こういう風になっちゃうんですよね。なんでしょう。で、どうしますかね。もうここでやってみましょう。で、
で、書く。はい。もう全部使っちゃいますかね。あ、かっこいい。2回も見れる幸せ。かっこいい。じゃあ行きますかね。はい。だいぶ削れますね。よし、いけるかな。あ、また消えちゃいましたね。これはクリアすると元に戻ります。回復させれば最悪一回耐えれると思うので、無理そうだ。ここで決めないとですね、これは。じゃあ行きます。よかった。はい、音楽も戻って、このパーティーでもクリアできるようです。よかったです。このエースでクリアしたかったんです。はい、そんな感じでございました。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日は暴走チョッパーですね、マスター行ってみました。今ご覧の方でチャンネル登録してない方はぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。